浜松市の浜松フルーツパークでは、夏のフルーツ狩りが最盛期を迎えようとしています。浜松フルーツパークでは、ぶどう狩りが先週から始まりました。29本のぶどうの木が大きくつるを這わせたぶどう園では、アーリースチューベンという小粒ながらコクのある味わいの品種が旬を迎えています。そしたら、はい、取れた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 。来月にはピオーネも収穫の時期になります。また286本の木がある梨園では今日から梨狩りが始まりました。食べ頃なのは明け水としずき水という品種です。いくよ、せーの。フルーツパークは県内や愛知県からの家族連れが多く、小さな子どもは自分で収穫した果物に満足そうな表情を浮かべていました。ぶどう狩りは9月まで、梨狩りは11月まで楽しめます。